それぞれの誇りスタッフ編よりの抜き読み深夜勤者のメッセージ血圧を測らないその日深夜勤者だった彼女は日勤者が仕事にかかりナースステーションにほとんど誰もいなくなってから私を呼び止めた「市長今話してもいいですか?」。いいわよどうしたの あのノ、ー、ブさんのことなんですけど朝看護師は深夜勤者から日勤に申し送りというのをします最低やらねばならないことは計画が立てられているんですけれどもいつどの順序でやるかということはその日の患者さんと相談して考えます日勤者はその日の受け持ち患者の記録を読んでから仕事に入るんですけど 記録には誰が見てもわかるように患者の状態と行った看護を記録しておくにを問題、まあ、気がかりですよねにしているのか看護師は何を考えて何が気がかりでだから何をどんな風に行ったのかということを書いてあるんです看護師としての自分のこだわりをそこに書いておくこれが看護師の仕事なんですそれでもやはり直接話して 伝えたいいっていうこともあるんですよね受け持ちの看護師しか記録を読まないのでその日の看護師全員にはどうしても伝えたい新夜勤者からののメッセージっていうのがあるんですよ自分はいないけれども昼のカンファレンスでどうしても話し合ってほしいとか特にその患者についてだけはその日の誰もがこう考えてこうしてほしいなんていう内容を1人の夜勤者が5分ぐらいずつ話すんです。 1>, 1チームなのでまあ全部でうん10分から15分くらいでしょうかね今日の深夜勤者の一人は物事を筋立てて考える力を持っている看護師だったんですでもそういえば今朝の彼女の話は少し堂々巡りをしているようなところがあり何か他に言いたげでもありました「私ノブさんの血圧測れなかったんです」 測らなかったんです。いや、測れなかったんです。ノブさんという高齢の女性、うん、どこが原発の癌かはわからなかったのですが、すでに肺に転移している状態で入院したんです。食事もできたし、酸素吸入しているだけだったので、それならと、自宅で酸素をしながら生活できるから、まあ、病院から訪問看護師が提供できますよっていうことを話をして、 えすると信ブさんは喜んで家に帰りたいと言ったので医師に相談して隊員にこぎつけたんです自宅に帰ってからこういう時はどうしたらいいですかとか何人かの家族から病棟に電話があったんです何度も同じことをいろんな人に説明したんですけれどもその中でもし死んでしまったらどうしたらよいかなんていう話も具体的に話も出ました ノブさんはもう病院には戻らないと決めてるんだなって思いましたそのうち病院への電話がな,なくなって訪問看護をしてる外来の看護師が何とかやってますよとその様子を教えてくれたりしました「最近はかなり弱ってきましたよ」という話を聞くようになってすぐノブさんは胸水が溜まって、うん、苦しくなって 入院をしました胸に管を入れて胸水を抜くと呼吸が楽にできるようになりました今朝は全身の痛みに対して麻薬を打ってうとうとうとしていたんです麻薬の副作用で呼吸がこれ以上抑制されることがあればあっという間になくなってしまいそうそんな状態でしたそのさじ加減に家族も看護師もナーバスになっていた時だったんです 今朝のノブさんは、急に意識レベルが落ちてくような気がしたんです。昨日の昼間とは違う。もう今日一日は持たないかもしれないと思いました。普通、看護師はそういう時血圧測りますよね。でも、私、測らなかったんです。測れなかったんです。私は、私には、それでいいと思ったんですけれど、やっぱり、 測った方が良かったんですかわからないんです。どうして測りたくないって思ったのずっととても腕を痛がってたんです。ちょっと触るだけでもビクッとして顔をしかめるんです。やっと静かになり眠れてる時だったんです。起きてる時だってマンシェットを巻けばすごく痛がるんです。朝からずっと血圧測ってないんですけど状態が悪いと知っていて血圧測っていないんです。 その時私はただ今の血圧を知りたいっていうだけでマンシェンと巻いたらまた痛がり始めて痛み止めの注射を知ってあげたくなっちゃうでしょそしたら今付き添っている三男のお嫁さんに注射打っていいですかって一応聞かなくちゃならないんですよ。聞けば、聞けば困るんですよあの人。 入院してから息子たちの嫁が順番に付き添っていた昨日は長男の嫁が付き添っていた胸の管からは胸水も出なくなったし一度管を抜いてまた一時家に帰ることも検討しようかという話も持ち上がっていたもうい,くいつ亡くなっても不思議ではなかったけれども家に帰りたいっていう気持ちも大切にしたかったんです。 今までは痛み止めは内服薬を使用していたので少し食べられるようになったら何とかなるんじゃないかなっていうそんな予測を確かに昨日の時点ではしていたんです昨日の夜中から急に悪くなったんですよ具合は交代、うん、したての家族はそのどこがどう悪いのかっていうことを表現することはできないんですよね深夜勤務の彼女が患者が痛がってる様子を,を見て 注,注射をしましょうねと三男の嫁さんに言うと、こんな弱った体では痛み止めの注射をしたらすぐ具合が悪くなるから注射は使わない方がいいというものがいるんです。ですから、私の一存では注射をしていいかどうかって決められません。と答えたんです。確かにその通りなのです。注射は両刃の刃で痛みには効くけれど、 こういう患者の場合は、その痛み止めがきっかけで呼吸が抑制されて、結果的に死が早く訪れるっていうことがないこととは言えません。もう患者はぜーぜーと呼吸が苦しそうで声は出ず、顔をしかめるしか表現できない。朝になって看護師が三男の嫁に、今日は昨日と違ってかなり具合が悪いので、他の人も早めに呼んでおいた方がいいということも伝えました。 三男の嫁が連絡を取ると長男の嫁は昨日家にもう一度帰るなんていう話が出てるのにそんなに話が変わるものじゃないそんなことは昨日は私は聞いていないというわけ話が変わったのではなく容態が変わったのですけれどもなかなか納得できるように説明ができないんでしょうね 交代で見ていた人にとってみれば、自分の見ていた姑の様子が全てであり、話を聞いても次にどう変わったかは、そういう人の話では想像はつかないんですよ。家族中が家で死んでもいいから、のぶさんの好きなようにしてあげてやりたいって思っていたはずなのに、家族中がもういつか死ぬかわからない状態だっていうことは知ってるはずなのに。なのに、それぞれが微妙に食い違う。 長男の嫁に電話でそう言われると、三男の嫁としては、今痛み止めの注射をしてあげたい気持ちはあるんだけれども、自分一人のところで死なれては困るのでした。本当に昨日とは違って悪くなった姿を誰かに一緒に見ておいてもらわなくては、自分だけでは責任を負いかねるのでした。三男の嫁も迷っていたが、深夜勤者の彼女も迷っていました。 こんな時、めかねているうちに、またもう少し苦しそうな形相が取れてきたので、はぁ、と思って、結局は自分の勤務体では打つことなく仕事を終了しました。もし私が血圧を測ったら、また起きていたかったと思うんです。 その時だけの様子を見ていたら注射打ってあげたいです。血圧が低いから打たないっていう考え方をして打たない人もいますけど、でも血圧上がってそれで鎮痛剤もなしなんてそんなことできませんよ。少しでも痛いんだったら痛み止めをしてあげたいでしょそう。そうなのです。まずは痛みを取ることだと。当時ペインコントロールの本を読み、痛み止めのオーダーを絞る医者にも働きかけていた、そういう時代だったんです。 この病棟では、医師の出した痛み止めをどのように使うかは看護師の判断にかなり委ねられているようにもうなってきていました24時間見ている看護師だからチームで仕事をしている看護師だからどんなに変化してもその時の様子が把握できる共通の認識を持っていられるからそれができるこれは看護師の重要な仕事でした看護師の観察と助言によって医師も鎮痛剤のオーダーを変えていくようになってきたんです なんだよ。大して痛がってなかったぜ。なんて。医師がそんなことを言ったって。患者は医師が訪ねてきた時は精一杯模範患者でいようとするんですよ。看護師が来ればだだあれだってダダっこになるんです。そうやってバランスをとって入院生活をしてるんですよ。そのどちらもが本当の患者さんの姿なんです。しかし、委ねられたペインコントロールも 肺がんや肺への転移の場合は筋書き通りには運びません。ケアというのは日本語に訳すと心配反論苦労という意味があるというんですけれどもこうやって一緒になって考えあぐねているそのこと自体が看護をしているっていうことなんだと思います。 自分だけでない誰かが心配をしてくれ苦労をしてくれるというそれだけで患者の痛みや孤独を少しでも和らげてあげられるかもしれない私たちはそう思ってわずらわしいとも言える細々としたことに割り切れない思いを持ちながらもケアするという仕事をしているんです今日彼女は患者と家族に十分にケアをしましたあのね 家族には体力がない時だから注射を打たない方が良いのではなく、痛みを我慢している方が体力を消耗させるんですよって説明したのしましたよ。でも痛み止めはあんまりつく、打つのもものじゃないって思ってる人がいるから、だから自分だけでは決められないって言われたんです。考えてるうちにまた眠り始めたんで、ああよかった。このまま痛くならずに眠っててほしいって思いました。 じゃあ、脈は増えれてみたの脈で前より血圧が下がってるかどうかってわかるでしょ脈の緊張の具合でわかるじゃない。それももちろん見ましたよ。私のよりの感触で脈はがどれほど変わったって、あんまり変わったって思いませんでした。プラスも変わりませんでした。そう、わかったわ。私はね。 看護師が何でもかんでもすぐいつもの決まりだからといって血圧を測りたがるのはおかしいと思ってるの。いつも言ってるでしょ必要だから測るの。患者にとって必要だから。術後だからって自動血圧系のマンシェットを誰ももう巻きっぱなしにしていたりするのを見ると、私いつもみんなに注意してたでしょあなたは今朝血圧を計測して 正確に現在のバイタルサインを数字として残しておくことと血圧を測ることによって患者が苦痛になることを天秤にかけた。そりゃあ両方同時に満たせればいいけれど、でも今どちらが看護師として大切かっていうことを考えに考え抜いて、それで血圧を測らないようにした方がいいって、あなたという看護師が判断したんでしょそしてそっと 脈を見るという血圧を測る代わりのことを血圧計にだってなるその指でしたでしょうそれがあなたの看護師としての選択よそれでいいんじゃない眼鏡の奥の疲れた目が赤くなりじわじわと涙が出てくるそこのことがあるんです のぶさん、祖母と同じぐらいの歳だから、私、ダブっちゃうんです。田舎だからみんなに皆守れないから、生きと,とったんです。私は遠いから結局間に合わなかったけど。でも、家の者は大勢枕元にいて、死んでくのをみんなで見てたんです。そう、そうだったの。 病院に来てしまったために望みもしないことされるでしょう。それが嫌なんです。家にいるのと同じように死ぬことができないってことが。私、それが嫌なんです。さっき日勤の人が先生にイノブさんのことを報告したら、じゃあ、ケツが、うん、やろうなんて言うんですよ。うん 私は血圧も測らないで起きたいって思ったのに、日記になったら採血するなんて、患者のところに行ってみる前にオーダー出したんですよ。行ってみればもう血圧ガスを取るような状態でじゃないってわかりますよ。でも、血圧取るかもしれないでしょ私嫌だったんですよ。看護師があのまま動いていってしまったら。そうだ。そうしたら、彼女が大切にしたかったことがないがしごとにされてしまう。 今日、あの部屋は新人が見てるんです。私が血圧を測らなかったのは寝ていたからなんだけどただそれだけの理由だって思われては困るんですそうかそういうことだったのかあのねここの看護師たちはあなたと同じようにのぶさんの苦しさをどうしたら取ってあげられるかって考えてるわ。 すごく思い入れてるか、まあ、そこまでは気にしているわけではないっていうような程度の差はあってもね。私はうちのスタッフのことをそう思って見てる。新人さんにはあなたの思いをそのまま言ってあげればいいのよ。それで通じると思うわ。昨日胸の管を抜いて帰ってみようかっていう話が出た時、ノ夫さんとっても喜んでいたのよ。70になっても家がいいんですよ、なんて言って。 私も信さんに安らかな最後の時を迎えられるようにしてあげたい。だから、もし先生がいろいろ検査をしようって言ったら、もちろん止めるつもりよ。中学の入学祝いの時計を今も仕事中につけ、高校の時に使っていた古い紙ばさみを用紙に挟んで検温をしている看護師でした。 一つ一つの仕事を納得するまで考えて行動する、そういう看護師でした。その2年ぐらい前、彼女は深夜勤で二十歳の胃がんの末期の苦しみと付き合ったことがあるんです。朝から麻薬の入った点滴をして、お腹の痛みは収まらず、埋めいていました。母親に電話をしてきてもらう間、 彼女はずっとこの二十歳の男の子の腰をさすり続けていたんです。温度表や看護記録をつける仕事は全部後回しにして、ただただ腰をさすり続け、早く注射が効いてくることを祈ったんです。早く母親が来てくれるようにって。母親が到着すると、彼のわめき声はさらに大きくなって、 点滴には安定剤も入っていたんですけれども興奮してきて恋人も母も到着したらもう我慢ができない感情が爆発し彼はその時訪ねていった私の肩で座りながら大声で泣いたんですよねしばらく泣くと落ち着いてやっとベッドに横になりましたその時深夜勤だった彼女は 母親が来てさらに大声を出し始めたら、もう病室から逃げ出すようにナースステーションに駆け戻ったんです。看護記録を書きながら、彼女自身の持って生きようのない感情をどうしていいのかわからず混乱してが聞くのを待ちながら、ただただ泣きじゃくる青年を抱いて背中をさすっていることで、じっと苦しみの溶けるその時間を一緒に過ごすことしかできなかった。 私にとっては朝の始まりなので、その一撃は、まあ、まだ疲れてはいなかったんですけどね。でも彼女は一晩中心を砕いていたんですもの。ナーステーションに戻った私に彼女はまるで投げ捨てるような口調で、私、この仕事し続けられません。私は彼には何もすることができないんです。と言ってわーっと泣き始めました。あの時私は、この一晩で、 体も心もボロボロになった彼女に向かって、決して優しくはない口調で、こう言い放ったんです。あなたは一体どれだけのことをすれば満足できるのもうすでにあなたは看護師としてやれるだけのことはしたでしょこれ以上あなたに対して何かすべきだったなんて私は思っていないの。あなたはこの8時間、看護師としてやり通した。やり尽くした。あとはな、次の人が引き受けるの。 深夜勤務が終わったんだからもう帰りなさい涙を拭きながら記録を終えて彼女は帰っていきました。そばでその様子をじーっと聞いていたスタッフに私はつぶやいてしまいました。あんな風に言うなんてなんか冷たいかしらね。でもね、私、彼女に自分で自分のことをこれ以上傷つけてほしくなかったのよ。泣いてもいいからさ、自分のことを責めないでほしかったの。 分かってくれたかなでもあの言い方じゃ冷たい市長だよねあ,あ誤解されちゃったよそうですかあなたの仕事は8時間その中で精いっぱいやりなさいって市長が言った言葉私にはあったかく聞こえましたけどきつくて冷たい言い方だってまあ取る人もいるかもしれませんけどねいいじゃないですか いつかきっとわかる時が来ますよ。わかる時が来ればわかるんですからそうよねそうよねと自分に言い聞かせていましたそれはその頃の私だってこの青年のことは頭の中の奥を閉めて仕事を置いてもずっと引きずっていたからでした彼女に言い放ちながらそれは自分自身に言い放っていること <laughs> それは私が一番よく知っていました今日彼女は家に引きずっていきそうな気持ちを少しの涙と一緒にナースステーションに置いていきました2年前のあの時よりも一回りも二回りも大きくなった彼女は朝のメッセージでは表現できなかった看護師としての思いを私に投げかけていきましたそして新人ナースにも 投げかけて帰っていきました信さんの,かの家族が病室に集まりましたナースステーションに大勢でやってきて「先生もう覚悟はできていますんでどうかこれ以上苦しませんでやってください家族皆んな同じ思いです」そう音がいてみんなで頭を下げていった「そうですねそれがいいです」 石は言ったのぶさんはそれから2日後大勢の家族に見守られながら病室で亡くなったあんまり大勢いたからのぶさんは自宅に帰ってきたんじゃないかって勘違いしてくれたかもしれないそういえばのぶさんが私に言った言葉思い出したわ市長さん今日来てくれて嬉しい。 しばらく見なかったんで忙しいのかなって思ってたの市長さんの顔見るだけで嬉しいの患者はねみんな市長さんの子ですからねみんなのところに行ってやってくださいね私の母以上に年老いた患者が私のことを母だと言い自分のことを子だという。 お母さんはみんなのお母さんだから独り占めにはしないけどでも忘れずに見てきてくださいねとこうて言いましたノブさん78歳エイミンス本日のお話は「復刻版それぞれの誇り」スタッフ編より「新薬品社のメッセージ血圧を測らない」 でした